様、明けましておめでとうございます。これが2019年初めの動画です。今出社中なんですけど、実はね、昨日1月2日が初出社で、まあ、アメリカ人ってね、結構お正月というか日本人ほどそんな大したセレブレーションしないみたいな、そんな人たちやから、2日からね別にみんな働き始めるんで、で大抵ねもう半分くらい来てたかな。で、残りの半分はね、大体この翌週、週明けに出社するみたいな感じなんで、まあ、それが一般的かな。でね、それで昨日は、タイヤの交換の見積もりとか取って、あとはリコール出たからね、ちょっと今からトヨタのサービスデパートメント、今、サービスデパートメントにね、この車を持っていくわけなんですけど、今日はね、今年は、ていうか今日はっていうか今年は、やったんじゃね。こんな感じから始めてみようかなと思います。ケーブルカーあれ乗ろうかなと思ったけど、あの現金のね持ち合わせがなかったから乗れなかった。7ドルやって結構当てるよね。でね、まあちょっと車を置いてきたんやけど、タイヤのストックがなかったから、あのリコールだけ直してもらうようにしました。クリスマス後のアメリカウラル、クリスマスツリーのね生木が無造作に捨てられてるっていうね。なんかね、置いといていいっていう日が確かあったと思うんだけど、それでゴミ業者がねピックアップに来るんですよ、こういうのね。このアメリカの生木のクリスマスツリーの文化はすごいよね。いつもああいうの見たらね、どっちがいいのかなとか考えさせられるんやけど、なんか確かにね、僕らも生木を買ってた時期があって、結構ね香りがするんですよね。なかなかいいなんか香りが、だからこう家中がこうクリスマスムードになるから、なんかそっちを好むっていう人がいっぱいいるわけなんですけど、でもやっぱりね環境面のこと考えたら、毎回使い回しができるプラスチックの木の方がいいのかななんかね。でもああいう木ってね、あのコンポストって言って堆肥になるんですよね、大抵が。だから結構再生利用ができるっていう感じ。あと植林でもともとね何十年もかけて作られた木やから、別に自然の木を破壊してるってわけじゃないからね。だから計画的に作られてるから別に環境の害にもなんないっていう、まあ、そういう考えもあると思うんだけど、その反面こうプラスチックでできた木っていうのは石油使ったりとかして CO2 とかね、あの排出しちゃうじゃないですか。だから、むしろそっちの方が環境的に良くないんじゃないかとかね、そういう考えも聞いたことあるけど、どっちが正しいのね、まあ、正しいリサーチしてないからわからないねんけど、なんとなくやっぱり生木の方が、ね、自然に優しくないような気もするけど、どうなんでしょうね。わっ、ここ綺麗。これ見て、もうザ・サンフランシスコって感じ。わーすごいすごい。でここがね、なんて言うんだっけ、ロシアンヒルってとこですね。お、これグレースカティドルになったっけな、サンフランシスコで有名な大聖堂ですね。いやいやいや、ここら辺はね、なかなかいいホテルが並んでて、綺麗な街並みって感じ。このビルとかすごくない？なんかここにもあった。あ、なんか豪勢なクリスマスリーシアな、もういっぱいあるわ。で、あれがフェアモントホテルかな。これホテルのね、ラウンジのトップオブザマークっていうところ。これいいよね、このフォント昔風で。あ、さっきのがね、キスターコンチネンタルホテル。チャイナタウンにやってきました。このね、カリフォルニア通りはいろんなね顔があって楽しいですね。結構ね広いんですよ、こう、サンフランシスコのダウンタウンの道にしては珍しく、こう両方ね、通行できるっていう道で、こっち側がグラントストリート、チャイナタウンのメイン通りです、結構観光客がね、週末とかいっぱいいるようなところですけど、でこれをもうちょっと下るとここね、ここが、まあ、結構日本では話題になっている公園なんですけど、要は慰安婦像が設置されている公園なんですよね。まあ僕もいろんな思いはあるけど、このチャンネルでは述べない政治的すぎる。まあまたあった、すごいな、こう企業が飾ってる木とかもああいう風に呼ばれてんねんな。そっか、家族だけじゃなくて企業がね、それぞれフロアごとにああいうのでっかいの置いてるからさ、すごい量やね、そう考えたら。こういうビル一個一個何本もあるんでしょ、ワンフロア、すごいすごい数。カリフォルニアの国旗ね、なんやろな、この看板なんか可愛いよね。いっぱいカリフォルニアの国旗が並べられてて、ね、カリフォルニアのね国旗、あ、国旗ちゃうわ、周期か、
中期ね、クマさんなんですよね。これなんなんやろうね、この星の意味は知りたいけど、だんだんねフィナンシャルディストリクトっていうオフィス街にやってきましたよ。おにぎりっていうね店がここにあんねんけど、行ったことないねんけどな。要はおにぎり屋さんね。わーすげえ、なんかゲームとかアニメに出てきそうな朝市。わーすごいねこれ、こんなとこでやってんねや。誰が買うんやろオフィス街で。わー1月3日のにみんな頑張って出社してるな。1月の3日の丸の内とかやったら、もう例えばねガラガラやと思うけど、なんかこれが国の違いですね。わあめっちゃ眩しいな。なんかでも幻想的でいい感じ。朝ですよーって感じ。いやいやいや。ということでそろそろね、職場に近づいていったから、続きはお昼休みに、車を取りに行く動画を撮ろうかな。さて昼休みになったからちょっと車取りにね走っていこうかなと思いますけど、今年初なんで、いや今年はねいっぱい走りたいね。なんて言っても3月にねロサンゼルスフルマラソン、これが、予定されてますんで、走ることができたらいいかなと思ってるんですけどね。なかなかね空いた時間を使って走らないとなかなかトレーニングできないからね、ちょっとランチタイムラン再開してみようかなと思います。よしマーケット通り、こういうね人混みを走るの結構楽しい。こりゃーっと、あかん、正月ちょっとねぐうたらしてたから走りづらいと思ったら、ここにアマゾン GO の第2号店サンフランシスコでね2号店、あなんかついこの間もねコメントいただいて、そうや見に行こうと思ってたんやけど、そうできたんですよ第2号店。アマゾン GO って知ってる？これアプリでね入るんですけど、入店するんですけど、それで、お金持ってなくてもアプリ経由で決済できるっていう。ちょっと入ってみましょうか。行きます。はい、と入るでしょ。そしたらこの後は何を掴んでっても万引き的に買えれるみたいな、まあ、実際あのアプリ経由でね買ってるんですけどね。こんな感じですね店内。あ、前行った時のとこよりもちょっと細長い感じやね。そういうこういうカメラでさ何を掴んだかってちゃんと見てるんですよ、こういうので。これちゃうかな、ああいうとこにカメラがあった。やっぱりあこうなってんのね。それでこれを取った時点で僕がこれを取ったみたいな感じでお金をチャージされるって感じ。ちょっと今はちょっと買うのやめるけど走らなあかんから。こんな感じですね。結構出来合いのものがいっぱいあって、そんなに言うほど安くはないんですよね。このビーンエッグチーズブリート、結構量は少ないと思うけど6ドル99とか。これなんやろ、アップルパイオーバーナイトオートっていうのか、デザートかな。これが5ドル49、結構するよね。うん、こんな感じで何も買ってないからね。そう、ここはねカーニー通りっていうのとポスト通りで、結構第1号店から案外近いね。ユニオンスクエアちょっと見に行こうか。ユニオンスクエアね、とユニオンスクエアはクリスマスが終わったからもう落ち着いてるとは思うけど、ちょっと見に行きましょうか。クリスマスツリーってあんのかな、まだ。ナイキストアが見えてすぐ隣がねアップルストアね、そのアップルストアのちょうど向かいがユニオンスクエア。ちょっと中突っ切っていきましょうか。よし行ってみよう、ユニオンスクエア。この中をね入ったら、あクリスマスツリーが解体作業されてる。ちょっと近くまでやってみよう。お、アイスケートリンクがあった。こんな感じね。で、これがメイシーズ。で、これを右曲がったら、ほらほら、クリスマスツリー解体されてる。あんな感じになってるんや。ちょっとあれやね、悲しいね。クリスマスが終わったからな。いや、すごいな、これ。木じゃないですね。なんか前まで木がここに植えられたと思ったけど、なんか変わっちゃったみたい。前はね結構ねでかい木がねここにねトラックでね運び込まれるところをよく見かけたんやけど、最近はこうやってもうあれやねんな、さっきの話じゃないけど
プラスチック製の人工的に作られた品変わったみたいね。あ、ちなみにね、これがね結構いいホテル、マリオットのセントフランシスっていうところね。いやいやいや、なかなかいい光景を見れた。じゃあこのままポスト通りをね行きますよ。よいしょこれ見て、これすごいでしょ。これアメリカである。これ結構ね、お金払いたくない人はこうやってね、ゴミ袋とか紙袋とか乗せて、ここにね駐禁切る人を面倒くさくさせるための作戦。結構車を降りないとこれ剥がせないから、なかなかねこれ見たくないっていう人が多いから、結構お金払わないでもう路駐できるっていう高騰手段ですねいやもう最悪、もういろんなねあの手この手ですよ。あ、こんなとこにまたクリスマスツリーがあった。あとねこれごとねガッサリ切るっていうなんかすごいのが昔はよく起こしたけど、最近これ見てください、これ二重になったんですよね。だから結構チェーンソーかなんかで前まで簡単に切れたんですけど、これをね二重にすることによって切れなくなったっていう、まあそんなねなんかいたちごっこがアメリカではねよく行われてるっていうねすごいでしょ。でもまあ最近はねこうやってクレジットカード決済になってるからね、お金入れるってことはあんまりなくなったけど、前までねこれなくて、よくビバリーヒルズコップとか、まあ、出たかよくわからんけど昔ながらのこうやってメーターがあるやつ案内やったんですよね。うわ何ここ、なんかすごい柄になってる。ちょっと走ってみようか。すげえ。これは何やろうな。インダービングメモリーオブシェル・トーマス、シェル・トーマスさんのために、追悼のために作られましたって書いて。何やろうね、なんか事故があったのかな、フィル・トーマスさんが殺されたのかよくわかんないけど、すごいね。これすごくない、バーなんか歯がねブラーンって下がってる。前から気になってんだけど何当たんないやろうな。パブかな、入っちゃうかなポークストリートにいます。じゃあもうちょっと上行きますよ。よし、バンネス通りにあるねトヨタのサービスセンター。案外すぐやった、走ったら早いね、健康的でいいし。よし治ったで何が悪かったやろ。なんかちょっとハイチュウのなんかグレープ味の匂いがするんだけど、すごいなんか甘い。よーし着いた。タイヤあるかな、昨日来た時はあったんやけどな。ありますように。やってるやってる。なんかさっきのトヨタの人はここはアライメントしてくれないっていう風に言ったけど、ほんまかな、まあ、ちょっとね聞いてみます。めっちゃ並んでるやん、これあかんわ。ちょっとランチタイム終わっちゃう、だからちょっと明日来ようかな。残念、あー残念、タイヤ直せなかったけど、まあいいか、また明日やります。ということで今日はね以上とさせていただきます。皆様今年もどうぞよろしくお願いします。チャンネル登録といいね評価もお願いします。それでは。